ランス・ルイスは、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のアメリカンフットボール、選手。現在フリーエージェント。ポジションはガード。高校時代は、タイトエンドとして、プレー、ライバルズ .com から2004年のタイトエンドとして、全米9位にランクされた。サンディエゴ州立大学では、2年次までタイトエンドとしてプレーした。3年次には、ガード、4年次には、右タックルとして、 全12試合に先発出場している。2008年秋、大学のミーティングルームでチームメイトのニック・サンドフォードに暴行を加えた。その際、サンドフォードは脳震盪を起こし、鼓膜は破れ、頬骨を骨折した。この事件で彼は2010年3月、3年間の保護観察、565ドルの罰金を課せられた。NFL ドラフトコンバインに招待されなかった。 彼はサンディエゴ州立大学のプロデーでウエイトリフティングで303ポンドを持ち上げ40ヤード走で4.76秒の数字を出した2009年の NFL ドラフト7順でシカゴベアーズに指名されて入団した2011年は14試合で対面した相手選手に10サックを許した2012年彼は前年より大幅に成長し QB サックをあまり許さず、ランブロックでも活躍し、それほど強力ではないベアーズのオフェンスラインの中で輝きを見せた。第7週の試合で、J. カトラーから NFL 入り後発のレシーブを記録した。第12週のミネソタバイキングス戦で、ジャレット・アレンに四角からブロックされた際に、左の全十字人体を断裂し、全地に8ヶ月から10ヶ月かかることとなり、 故障者リスト入りした。アレンはこのプレーで NFL から2万ドルの罰金を受けている。2013年3月27日、マイアミドルフィンズと契約を結んだが、シーズン開幕前の8月27日に解雇された。2014年1月15日、インディアナポリス・コルツとリザーブ、フューチャー契約を結んだ。2014年、先発7試合を含む9試合に出場した。 2015年は先発3試合を含む11試合に出場した。開幕から2試合は左ガードとして先発したが、その後は控えとなり、シーズン中先発したのは右ガードでの1試合のみであった。シーズン終了後、フリーエージェントとなった。ありがとうございます。